お疲れ様です久々ねスニーカー手に入ったんで紹介していきたいと思います今回はこちらヘアジョーダンこれがねちょっと僕のサイズじゃないんですけどねハイパーロイヤル系のねミッドが出たんですよナイキドットコムでで僕はねちょっと抽選するの忘れてて嫁さんだけきっちりあの抽選か抽選ちゃおうか普通のドットコムで 購入できましたでこれがあのメンズサイズじゃなくて GS サイズの 25cm で普段ねウイメンズで24.5かな24.5凍ってるんですけど、まあ、GS のモデルなんで 25cm 凍ってみて、まあ、履けるかどうかっていうのが分からなかったんで一回たし確かめようということで購入しましたでやっぱり怖いないいよな、うん 何ていうのかなこのハイパーロイヤル系のこのなんていうのデニムっぽい感じのあ、デニム持ってこようかはい、こちらがデニムのエアジョーダンになりますこれはもうあの嫁さんのサイズこれはね嫁、えー、全部アカウントを嫁さんのサイズで抽選して僕が当て,当てましたね自分のサイズが欲しいけどデニムがこんな感じ まあはっきりとこうデニムの生地になってて全体的にまあまあ想像できる感じだと思いますわデニムはハイパーロイヤルハイパーロ,ロイヤルと言っていいかどうか知らんけどこれがこんな感じもう全然いいよな、うん、ハイじゃなくてもミッドでも十分 ミッドって結構人気ないと言うたおかしいなまあどこでも大体変えてしまうっていう感じになると思うけどこれは結構いいこれは欲しいねメンズサイズの自分のサイズが欲しいなということでこれが 25cmGS の 25cm 初めてやなうんちょっとこれは履いてみようはい見て靴下スチューシーナイキこれな 抽選な、うん、一応全部やったけど、スニーカー手に入らんとなソックスだけ結局ソックスだけ手に入ってるな、うん、それをはここれはくわはい、はいてみました,あなたじゃん、どいてじゃん、じゃん、ね、メインじゃないよいけるいけるセンター寄っ行けるはい、ここかこの辺か そうね、GS の 25cm やねんけどどうなん実際そのウィメンズの24半とかあのー、横がな意外ときぴったしああやっぱ<横>は幅が狭いってことそうそうそう幅は狭いけど縦はやっぱ 25cm って感じやなあ<ー>ちょっと余裕ある 長さは要はそんな変わらへんけど、やっぱ幅がちゃうねんな。そう、幅が違う。幅がちゃうね。じゃじ違うで。邪魔やでなんだ。違うね。届いてくれる？あ、しょしょ。はい。サイナル。か要は幅やねんな。振動。幅よ。幅。あ、つま先は全然問題ないんやろ？うん、全然。 でこの全体的に幅がうまいな幅狭そうやな、うん、結構当たってるやんがっつり当たってるんじゃんいや別にちょうどフィットしてる感じまあ女の人やから別にあのいけるんじゃないその、うん、そもそも女の人のあれが幅が狭いから、うん、まあギリギリやねやな24半とか履いてる人が、うん、GS の25履けるかなぐらいやな、うん 結局なんなのこれこのハイパーロイヤルミッドとこのデニムどっちがいい？デニム結局うん。結局デニムの方がのいいうな、ん、これはハイパーロイヤルはうんその次やな次ボルトはボルトはあボルトなのかシーフォームはシーフォームって何え、うん、デニムかハイパーロイヤルなのかボルトなのか シーホームなのか順番つけられへんわでも一番はやっぱデニムやデニムなの、うん、ということだそうです一、まあ、番にはなられへんのかな、うん、だから結局これをハイパーロイヤル系これを狙うんやったら 結局デニムの方がちょっとやっぱ手に入れた時の感動がちょっと違うんかな、うん、まあこのデニムの質感がまあ好き嫌いがあるかもしれへんけどでもミッドやからとかハイやからとかあんま関係ないんやろそこは、うん、全然気にしちゃまあなあ見比べたらどうなんやろうなデニムの方がええんかなやっぱりパッと見、うん しあなこれどっちがええっていうの結構難しいかもしれへんな難しいかもしれへんけどまあ選ぶんやったらやっぱデニムの価値なんかな、うん、希少性があるいうかあれやもんな、うん、デニムってこれしかないもんな基本的にまあ、はけて良かったいうやつやなだから今,今度から GS の 25cm やったら自分ははけるいうことになるな履けるでも「ローみたいな短いっていうの「ロー、うん、やったらちょっとブカブカになるかなとは思う あ縦が余裕あったから俺横はちょうどでも縦がちょっとだけ余裕あったからそうかそうかローやったらあれか別に24半でもええぐらいなんや、うん、でも横どうなんやろとは思うああこれより狭くなるのがいいやってこと、うん、ああ結構難しいな、うん、まあローは GS いかん方がええかもしれへなな、うんないいミッドとかハイやったらまあ GS いってもええけどいけると思う、うん まあお前と同じサイズ感の人がおったら参考になるかもしれませんはいまあちょっとね僕がねなかなかスニーカー手に入って,入ってないんですけどまた手に入ったらあの紹介しますんでまたあの見に来てくださいはいじゃあ、ね、バイバーイ <laughs> ロックちゃん